日本で行われる唯一の米国女子ツアー大会 T.O.2 ジャパンクラシックに畑岡奈社、渋野雛子、古江彩家、佐藤ゆかの4人がエントリーした。同大会は日米からランキング上位者が出場をするが、米ツアー側の出場エントリーが締め切られ、現時点の43人が決定した。ボルマート NW アーカンソー選手権終了時の年間ポイントレース上位43位までが出場権を得たが、 渡航の際に発生する煩雑さや、t o t 全州の台湾戦が中止となってしまったこと。また、翌週には、すぐに、フロリダ州で大会があることなどから、出場を見送る上位ランカーが相次いだ。女子世界ランキング上位者を見ると、1位のコウヨシエ、2位のネリー、コルダは出場を見送り、5位のリディア、コウ、6位のブルック、エンダーソン、7位のチョン、インジ8位のレクシー、トンプソン、 9位のキム、ヒョジも来日しない。そのため、ポイントレース80位前後の選手までに出場資格が繰り下がる状況。とはいえ、世界ランク3位の19歳、アタヤ、テキ,キクル、同4位で全米女子オープン覇者のミンジ、リーはエントリー済みだ。米ツアー枠から欠場者が出た場合は、同ツアーのウェイティングリストから補充される。なお、日本ツアーの出場者は、 富士通レディース終了時点のメルデセス。ランキング上位35名までとなっている。この記事についてネット上では様々な声が上がっています。アジアシリーズのうち台湾と上海の大会が中止になった上、この大会の翌週には休みなしでフロリダで大会があるため、例年よりパスする選手が多くなってしまい残念です。それでも全米女子オープンのハシャミンジ、リート、コンキー、 絶好調の新人ピティキ君が参加してくれるのはありがたい。この2選手や畑をからえるパーフェクトグレード A 日本勢、山下ら国内ランキング上位の選手によるレベルの高い優勝争いを期待しています。ランキング T オープニング10以外も素晴らしい選手がたくさんいます。特に最終戦の出場権を得るためにシカゴマーカンタイル取引所ポイントの上積み、ランキング上位の選手が不参加ならなおさら、チャンスがあると思います。 来シーズンシード権の80位以内、最終戦出場資格の60位以内を得るパーフェクトグレード A メンバーは狙ってきます。最終戦は予選もなく優勝者は3億近くの賞金です。翌週すぐフロリダに転戦だから、海外勢はよく t o トのためだけに日本に来てくれたと言うべきでしょうか。台湾、中国が中止になり難しい日程になってしまいました。これは 海外目指してる日本選手のチャンスと捉えましょう。支部の選手は結局 t、T o t に出るんですね。何も出なくても空いた日を利用してアメリカでリフレッシュしてね。変えたパターンやアイアンになれるように練習すればいいのにね。日本に戻り T o t に出て、もし不調だったら予選なしとはいえ、マスコミやアンチ派からまた叩かれるのにね、アメリカの最終戦までになんとか変えたパターンや、 アイアンになれるように練習すればそれでいいのにね。日本女子プロゴルフ協会の会長さんが、部の選手に T オートに出るように強要したのかな。この記事で、古江選手も富士通から T オートまで、日本のトーナメントに出ることになるのかな。T オートが終われば、すぐに米国に戻り、ペリカン、シカゴマーカンタイル取引所チャンピオントーナメントに行き、米国のシーズンは終了して、再び、 日本の最終戦にエントリーするのかな。久しぶりに日本で姿が見れるね。もちろん日本時間で薄いフィールドになっちゃいました。ある程度予想はしてましたが、現実を突きつけられるとやはり寂しいですね。一方で、米ツアーを目指す選手にとって優勝してツアーカードを獲得するチャンスが広がったと捉えることもできますね。ちょっと気が早いが、優勝を目指し、頑張れ、渋野日向子。 ミンジー、リーさんや家、キキクルさんも楽しみ。2019年の T.O.T.Japan で、ミンジーさんのサインをもらったが、直接プレーを見ていなかったので、渋野さんと同組になれば最高だね。現地観戦のため、初日、2日目はチケット購入済み。ホテルも予約済み、中国、台湾の試合が開催されれば、もっと多くのトップランカーが来日したかもしれませんが、 これが、向上的にならないよう、東アジア諸国が連携してきたやすいかどうしても来たくなる試合と日程を組んでほしいですね。それは、男子の US ツアーも同様です。畑岡、古江、渋野、佐藤の顔見せ工業に民事、ティティ君が参加してくれるんだから感謝。勝ちは、L パーフェクトグレード A 参戦希望だから優勝したら L パーフェクトグレード A 域は確実だろうが、 他の日本人選手国内ツアー組が優勝したらどうするんだろう。欧州の ISPS ハンダで優勝したマヤ、スタークは、これが夢だった。このためにゴルフをやってきた。と大喜びしたけど、国内にそんな選手いる。上位10人の出場状況の説明はあったが、それ以下の選手は11位以降にも、キムセヨンやブティエなど有力選手は何人かいますが、ネリーラが出場しなくても、 それらの選手が何人か出場すれば単独開催よりは盛り上がると思います。最後までショットとパッと噛み合わず、米国女子プロゴルフ CREAD PROC SS 女子オープン8月25-28日,28日オタワハントゴルフクラブ6709ヤードパー71